1915年3月のボスポラス砲撃は第一次世界大戦中にロシア帝国国会艦隊がボスポラス海峡の国会側入り口で実施したオスマン帝国領への砲撃作戦である。3月15日から18日にかけてジェーデローベク帝徳の指揮の下、連合国軍がボスポラス海峡の封鎖を突破する計画を決定したという知らせが 1915年3月5日、ロシアへもたらされた。これを受けて、国会艦隊司令官エ A エベルガールと海軍中将は、自ら機関に乗り込み、国会側から、オスマン帝国に揺さぶりをかける作戦を立てた。3月14日、エベルガールとの召喚期を掲げた、戦列艦にフスターフィーを先頭に、イオアンズラトウースとパンテレーモン、トリースブヤチーチェリア、 ロスチスラフ、巡洋艦、カグール、パーミアチメルクーリア、水蒸気を搭載した、アルマース。5機の水蒸気を搭載した、水蒸気輸送艦ニコライ一世、艦隊水雷艇グネーブヌイ、プロンジーテリヌイ、デールスキー、ジュートキー、ジブチー、レーテナーントプシチン、ザビードヌイ、ザベートヌイ、ズボーンキー、ゾールキー、キライフ節艦クセニア、アレクセー、6。 石の特設総会館からなる連合艦隊がセバストーポリーより出撃した。砲撃はトリー・スブヤ・チー・チェリアとロスチスラフによって行われる予定で、残りの艦船は背後から両下を援護することになっていた。もし敵が海峡から出撃することになれば、艦隊は交戦を辞さない構えであった。 3月15日午前6時、艦隊はオスマン帝国の騎士を指認した。司令官の信号に従い、トリースブヤチーチャリアロスチスラフ、アルマース、ニコライ一世が、総会艦と艦隊水雷艇を伴って、連合艦隊から別れ、ボスポラス海峡へ向かった。残る、戦列艦と巡洋艦は、海峡の出口から12から15帰りの海上に、 待機した。7時、ニコライ一世とアルマー,アースは機関を停止し、海面へ水蒸気を下ろし始めた。2隻の戦列艦は、ボスポラス海峡に向かって、前進を続けた。7時20分、距離80鎖から、沿岸砲台が、総海艦に向けて、砲撃を開始するも命中弾はなかった。飛び立った、水蒸気は、小銃と硫酸弾による、 対空砲火に遭遇したが、被害は受けなかった。一方、戦列艦は予期せずエルマス、岬沖の沿岸海域に大型蒸気船を発見した。それは、全速でボスポラス海峡を突破しようとしていた。同時に、オスマン帝国の駆逐艦サムスンとガイレティバタニーエが海峡から抜け出て、こちらへ向かってきた。戦列艦、トリー・スブヤチーチエリアは、 距離65鎖から蒸気船に向けて速やかに、訪問を開いた。3発目の砲弾が、標的に命中した。蒸気船が岸へ向かって、逃走を始めると、新たに1発が、船尾に命中して火災が発生した。船員は船を何とか、浅瀬に押し込むと、救命艇へ乗り込んで船を捨てて脱出した。しばらく後、船は爆発して噴煙が舞い上がった。 クチク艦は、ロスチスラフの砲撃を前に逃走した。戦列艦、トリー・スブヤチーチエリアと、ロスチスラフ蒸気船を片付けると、10時30分、トリー・スブヤチーチエリアは、エルマス・ミサキ地区の砲台へ砲撃を開始した。その後ろには、ロスチスラフが続き、同様にしてホルイへの砲撃を行った。その後、アナドルフェネリの砲台を砲撃した。砲撃は、 11時50分まで続けられた。砲台の最初の1軍に対しては、305mm 砲から6発、254mm 砲から10発、152mm 砲から50発の榴弾が発射された。第2軍に対しては、305mm 砲弾が9発、254mm 砲弾が6発、消費された。 艦上並びに航空機による観測では着弾は良好であった。また航空機は砲台や駆逐艦サムスンに対して爆弾を投下した。エベルガールとは艦隊発のボスポラス砲撃という歴史的な日を祝福するという信号を発するよう命じた。この信号は無線によっても繰り返された。艦隊は隊列を整えつつ翌日の砲撃に備えて 北を目指した。しかしながら、その作戦は戦火らしい戦火を上げることができなかった。戦列艦が東大を砲撃したらしいが、命中しなかった模様である。また、蒸気船も沈められなかった。エベルガールと提督は、優柔不断を批判されることになった。そもそも、なぜ砲撃はたった2艦だけで実施されたのかわずかな砲弾しか発射しなかったのはなぜか 手短に言えば、作戦の経緯は次のようであった。3月29日午前6時、国会艦隊連合艦隊は再びもやに覆われた、ボスポラスの騎士を見た。エベルガールとは、昨日の作戦を繰り返すよう命じた。しかし、今回は、若干任務が変更されていた。彼は、信号で次のように伝えた。 本日の起動計画及び砲弾仕様は以下の通りである。ロスチスラフは昨日のパイラス岬の砲台、トリー・スブヤチーチェリアはルメリフェネリ南方の砲台2カ所。もし砲台反撃の場合は他の目標に変更することを許可する。同時に水蒸気輸送艦ニコライ一世は新しい指示を受け取った。本日の任務絶対的課題第一に ボスポラスの簡単な機関誌。第2に、砲撃の修正。機体的課題、ゲーベンの潜伏地点の調査。飛行は、絶対に故障なき機体によって行うこと。そして、任務の遂行だけを自身へ課すこと。7時10分、戦列艦は、総会艦を伴って、海峡の入り口へ向かった。飛行士にはっきりとした、砲撃目標の指示がなかったため、 航空機の発進はいくらか遅れた。戦列艦の着弾修正は彼らにとって全く新しい任務であったことに加え艦隊司令部が予定目標の漏洩防止をうまくやってのけたあまり味方にも情報が伝わっていなかったためであった。7時30分、エベルガールとは新しい命令を下した。可能ならば指示した放題は 中間砲で砲撃するのが望ましい。砲塔には弾丸消費の増加とよく視認できる内部砲台を砲撃することを命じる。8時10分、ニコライ一世から最初の水蒸気が海上へ下ろされた。そしてその機体はすぐさま離水した。しかしながら爆撃実行には失敗した。艦船がボスポラスに近づくにつれて次第に海上のもやは 辺り一面に広がり、やがて濃い霧へと変わって、周囲を包み込んでしまった。9時までに、戦列艦から17鎖遅れて、総海艦前方を進む戦闘の艦隊水雷艇が、かろうじて見える程度にまで霧は濃くなった。戦列艦が、海峡から70鎖の海上に達した時、砲台への砲撃実施は、一重に不可能であることが、明らかになった。 文献隊指揮官はこのことを無線で提督へ知らせ、引き返した。海峡入り口での転換時に、オスマン帝国駆逐艦の煙が発見された。戦闘の艦隊水雷艇と総海艦一組がこれを砲撃した。10時50分、文献隊は連合艦隊と合流した。ほぼ同時刻、水蒸気が帰還した。飛行士は、 有食園を用いて、迎弁発見を知らせた。艦隊司令官の命により、臨戦態勢が整えられ、総会艦は戦闘の巻き添えとなるのを避けるため、セバストーポリへ引き返した。実際、11時20分前には、海峡の奥で、無数の煙が発見された。ニコライ一世は、水蒸気を回収し、無線にて、 ゲーベン並びに、ブレスラーをはじめとする全トルコ艦隊が、停泊しているということを知らせた。ところが、航空機の知らせは、あらゆる点から見て誤りであった。なぜなら、実際には、海峡沿岸にいたのは2隻のムアベネト級駆逐艦だけであったからである。艦隊は、ボスポラス付近での巡航を有告まで続け、その後航海場へ戻った。 同時に、巡洋カウント、艦隊水雷艇は、石炭採掘地区への砲撃を実施した。3月30日、パーミアチメルクーリア、ズボーンキー、ゾールキー、ザベートヌイは、コズル地区を砲撃し、カグール、ジブーチー、ジュートキー、ザビードヌイは、キリムチ地区を砲撃した。その後、パーミアチメルクーリアとニコライ一世は、ゾングルダクを砲撃した。 3月18日、ロシア艦隊は、無事に、セバストーポリへ帰還した。ありがとうございます。